And a quick reminder today to please take all lid out of bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. このゲームの舞台はマンチェスターユナイテッドのホームオールド・トラフォード。収容人数は7万5000を超えますが、今日も数多くのサポーターたちで埋め尽くされています。このシアター・オブ・ドリームズでの勝利がサポーターたちにとっては何よりの願いでしょう。この時間はマンチェスターユナイテッド対ジョホール・ダルブタクジム、こちらの一戦をお楽しみいただき、シュート止めた、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマンチェスターユナイテッド。ここはドリブルで上がる、メッシからルンメニゲ、パスでつないで攻め込んでいきます。ネイマール、ロングボールで展開、ここはつながりません。グバルディオル、グバルディオルからメッシー、メッシー、ランパード、ゴールズ、ルンメニゲーのボール、シュート、いやー、よく反応しましたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。決定機を阻止しました。これ仕掛けるか、ガスコイン、これはいい守備です。セードルフ、奪いに行きます。セードルフからメッシー、シュート来た、先制、マンチェスターユナイテッドから先にゴールを奪います。ルンメニゲ、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。いや、寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。この時間に先制に成功です。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。メッシー、これは合いません。カフーからルンメニゲと呼んでいた、ジョアン・カンセロ、このボール奪いに行きます。
ベッケンバウアー流れを止めます。スコールズからネイマール、ネイマールここですね。マテウス、マテウスから左へインターセプトを狙う。ジョホール・ダルル・タクジムはハイプレスからのショートカウンターが特徴かと思うんですが、このゲームでもそのあたり注目ですね。そうですね、ショートカウンターは奪ってからのトランジションでどれだけ早く連動できるかが大事になるんですよね。なるほど、しかしそれにはやはり選手の運動量が求められますよね。そうですね、ペース配分をどうするかも注目ですよね。はい、90分通したゲームマネージメントが必要ということですね。選手交代含め監督の采配にも注目しましょう。ここでマッチアップ、インターセプト。さあここからの展開、ロマーリオへ、メッシ、ロマーリオ素早いアプローチです。スコールズ、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。ジョアン・カンセロ、セイドルフ、このボールに触ります。ガスコイン、これはチャンス、シュート、いやーこれはナイスセーブ。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。ランパード、さあロマーリオ、ランパード、ガスコインへ、マテウス、マテウスからルンメニゲ、ルンメニゲから左サイド、スペースを使う、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半から得点が動いています。ジョホール・ダルル・タクジム、1点先制して折り返したという前半です。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしているっていう心の余裕っていうものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。マンチェスター・ユナイテッド対ジョホール・ダルル・タクジム、ジョホール・ダルル・タクジムが1-0でリード、後半に向かいます。Substitution on the field. Lionel Messi. 後半キックオフです。Coming on the field is... ジョホールとしてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるほど、そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。ネイマール、ここもしっかりディフェンスしました。スコールズ、スコールズからメッシー、ここはいいプレスで奪います。どうのかこのパス、アレクサンダー・アーノルド、ここはカットします。ここでサイドチェンジ、こういった逆サイドへのフィードは相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはいいと思いますね。よく見えてますよね。メッシー、今日の試合でアシストを記録しています。これを読んでいた。さあ左へ預けて、スコールズ、ここは笛が鳴ります。注意に終わりました。セードルフ、裏へ届くか、チャンス来た、アレクサンダー・アーノルド、うまくボールに行きました。
マンチェスターユナイテッドは先ほどから見ていて前線の選手が北澤さんあまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね、まあでも残ってる選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですからね、はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね。マテウス、ここはつながりません。カフー、ここは読んでいました。ビエラ、カットに行きます。このマッチアップどうなる。ランパード、ロマーリオ、ディフェンス陣の隙を見逃さないいいプレーでした。今のはディフェンダーからしてみればやってしまったなという感じでしょうけどもね、そこをしっかり狙っていったっていうのは評価できますよね。抜けてくる、ムバッペ。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ジョホールとしては後半に入ってからまだシュートがないんですよね。残りの時間も計算しているとは思うんですけども、思い切ってもう1点取りに行くっていう選択肢もありますよね。危ない、フリーだ、足元シュート、きた、追加点。これで2点差。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。得点を重ね2対0という展開。ジョホールとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。マンチェスターユナイテッドとしては中央に固まった後にうまく広げられないですよね。ルンメニゲ、あ、いい展開ですね。ルンメニゲからメッシ、これは届くか。シュート、決まった、追加点。さらに突き放します。これで3ゴール差。メッシ、相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう。そうですね、やっぱりこのレベルの選手になるとパスを引き出す動きとかフィニッシュの精度も高くてさすがですよね。いいゴールでした。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ってブロックされます。フェイントを入れましたが抜けません。裏へのスルーパス、デクランライス、このボールをカットします。中に入れる、来た、追加点。さらにさらに点差を離していきます。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。ボールを奪った瞬間トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。ルンメニゲ、今日2点目のゴールです。このゲームの主導権を完全に抑えています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、シュート、ネイマール、今の飛び出しのタイミング、いや、いいですね。まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。スペースを狙う、アレクサンダー・アーノルド。2 added minutes has been indicated。さあ、ランパード、ランパード、いい守備で奪う。さあ、ルンメニゲ、